はい、ハローでさ、起きたら2時になってましたね。まあ、YouTuber やってこういうのね、気をつけないと時間むちゃくちゃになりますよって言われたんだけど、本当に早速なってます。はい。よいしょ。天津丼ですかね。天津飯。天津にはない食い物ですね。なんで天津飯というかは諸説あるんですけど。さて、今回取り上げる記事は、我らの早稲田慶応同志社短大、お笑い最強大学はどこ？芸人の出身大学ランキングっていうやつなんですけど、ちょっと読んだら、はぁってなりましたけど、はい。どうやってランキングつけるのかな？人数多いのでやるのかなと思ったらですね、すごく特殊なランキングでした。お笑い界で最も強い大学はどこか？大学ランキングで、お笑い賞レースのファイナリスト、決勝進出の出身大学を集計。っていう形になってるんですよ。すごい集計の仕方。中退除籍も含むって書いてある。M1 グランプリ。まあ、開催されなかった時、12年から14年はザ・漫才から。キングオブコント、R1 グランプリ、ザ・ W。W。はい。ABC お笑いグランプリ。ABC お笑いグランプリ入れちゃったらさ、それ関西強くなっちゃうでしょ。で、NHK 新人お笑い大賞と。12年、13年は新人演芸大賞の方ね。の演芸部門から集計と。で、このね、出場回数がね、延べで計算したっていうので、これで、ってなるんですよ。じゃあ1位が関西大学になるんですね。で、まあまあ関西のって思ったらさ、ジャルジャルとユリアンレトリバーだけなんだね。まあ、ジャルジャルの2人と。ユリアン合わせての出場回数を延べで計算するから、だから、ジャルジャルが7回、キングオブコント2回、M1 グランプリ3回、ABC お笑いグランプリ2回と。で、コンビなんで、それかける2なんで14回。で、ユリアンレトリバーが10回、R1 グランプリ5回、W が3回で、ABC お笑いグランプリ2回と。足せば24になる。それ何？予備校の合格実績じゃないんだから。そんな出し方ある？同じ人が受かりまくってて、それで何名ってね、予備校の合格実績って出るじゃないですか。1人で5つ受かれば5名ってなりますもんね。そんな出し方したらもうジャルジャル最強じゃん。まあ、ジャルジャル好きだからいいけど、昔から好きだからいいけど。続いて2位が早稲田大学、ジーパンパンダ、カモメンタル。ああ、カモメンタルね。はい。キングオブコント優勝。ジーパンパンダって鍋プロかな？の、なんか頭がいいっていうのを売りにしてるとこだよね、確かね。公認会計士の星野と、元リクルートで高 IQ 集団メンサ会員の一平のハイスペックコンビ。ああ、そうだね、やっぱね。同志社、まあそうですね。同志社は有名、やっぱり。難関大の中でもお笑い。例えば、霜降り明星、粗品。そうですね、やっぱり。さらば青春の光、東袋。そうですね。相方は森田哲也です。 A マッソカのニューヨーク屋敷。はい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 。で、メイプル超合金カズレーサー。そうですね。やっぱカズレーサーのイメージがかなり大きいと思いますけどね。4位、慶応義塾大学。はい、入りました、慶応。オリエンタルラジオ中田敦彦。そうですね。でもなんか賞レースのイメージあんまなかったけど、オリエンタルラジオ新人演芸大賞出てたんですね。で、あとは空気階段。キングオブコントだね。おいでやすこがのこがけんを M1 でね、一気に知名度上げましたね。で、新人お笑い大賞で優勝したら、令和ロマン。慶応コンビですね。5位は近畿大学、ユニバースの川瀬。霜降り明星せいや。そうですね。GAG 福井。GAG はお笑い、ABC お笑いグランプリ3回、キングオブコント4回。3人組ですね、GAG ね。6位、明治。ジグザグジギ、池田。阿佐ヶ谷姉妹、渡辺、オリエンタルラジオ、藤森。そうですね。慶応と明治の高学歴コンビってなってましたもんね。次が、日大。話題の。トレンディエンジェル、斎藤さん。日大芸術学部のダウ9万コント集団。8位が大阪芸術大。W 優勝の小田上田。ミルクボーイ。空気階段、鈴木もぐら。はいはいはい。なるほど。そういったところもいるわけですね。なんか難関、大出身も他にもあるんだよ。難関国公立もみたいなんで、いろいろ。阪大の人とか。一橋、東大と。あ、田端藤本の藤本さん会ったことあるな。もう解散してるね。うちのチャンネルにも出てくれた大島さんのイベントで、はい、お話ししたことありますね。
大島さんも東大ですしね。まあお笑いサークルでね、YouTuber になるなんていうのもあるよっていうのが載ってますね。明治の木曜会 Z っていうのかな、オルタナチャンネルだったりとか、青山学院大学のナショグルお笑い愛好会、水溜りボンド、さっき言った大島さん、ちょめちょめクラブの大島さんも一緒に出てたって言ってましたからね、水溜りボンドと。上智の SCS、ラランド、ラランド最近出てますよね。慶応義塾大お笑い道場、OK ズ、令和ロマン。OK ズ、慶応の、三田祭になるとやってるよね、あそこね。披露してますよね、ネタ。見に行ったことはないかな。法政のホス。マジカルラブリー村上、そういうお笑いサークルっていうのもあるんですね。まああるのは知ってたけど、そっからこうバーッと羽ばたいていくっていうイメージあんまり持ってなかったですね。早稲田のインカレサークル、お笑い工房ルード。まあインカレなんでいろんな大学の人が来るやつね。200人いて半分が早稲田で、それ以外から来ると。ジーパンパンダ、ザ・ギース、あ、ギース。花賞、ダダブユ、山田翔子、花子、お、花子。の岡部がそうなんだ。ニャンコスターのアンゴラ村長、ひょっこりはんもいるんだ。なるほどね、お笑い同好会とかサークルみたいなところから出てくる人もいるわけですね。面白いですね、それって。あんま考えたことなかったの、大学入ってからお笑いサークルやろうとかって。同志社の喜劇研では東袋とカズレーサーがサークル内でコンビを組んでいたことも知られて、そうですね、これ有名ですね、お笑い好きの中では。という感じで、お笑いと学歴、お笑いと大学というなんかが好きなものと、自分のおし、まあまあもう仕事っていうわけではないか、そんなに予備高校じゃないからっていう、その二つの話が混ざった記事でした。まあ面白かったね。お笑いサークルとかやってたら全然違う人生だったでしょうね。はい、こんな感じでした。皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。まあ、ヤフーニュースのね、記事のコメント欄だとね、やっぱ学歴と関係あるよね、大学で頭のいい人っていうのは、とかっていろいろ書いてて、関係ねえから、みたいなね、論争が起こっちゃったりしてますけど。はい。ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. なかなか興味深い記事でした。